はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、取り扱い龍です。さあ本日なんですが、5億年ぶりにですね、フワンダリーズというデッキを使っていこうと思います。めちゃくちゃ久しぶりだね、このテーマ使うの。これなんでかっていうと、診断でスワローズカウリーっていうカードが追加されまして、このカード実質フワンダリーズ新規なんですよ。これTCG の方のカードで、 OCG にはまだ実装されてないと思うんですけど、このカード名のカードは1ターン1枚しか発動できないよと。自分の手札フィールドの超獣族モンスターを1体リリースして、レベルがリリースしたモンスターと同じとなる超獣族を、手札に加えるよとデッキから、っていうカードになってます。だからフワンダリーズってロビーナにアクセスできないと基本的には動けないじゃないですか。これロビーナにアクセスできるんですよ。これ全モンスターがロビーナに変わるんで、レベル1の超獣族モンスターが全部ロビーナに変わるんで、ワンチャン初動増えたっていう。今まで MD の不安って初動がとにかくアクセスできなくて、なんかその事故って負けるっていうパターンめっちゃ多かったんですよね。そのまあそもそものなんかロビーナの効果取ったところで強いかと言われると怪しいんですけど、不安なリズって怪しいんですけど、そもそもロビーナが引けなくて負けるっていうのがめっちゃ多かったんですよ。これなんでかっていうと、まあ、ツボが制限になってるっていうところがでかいのと、あとこの地図も制限カードになってテラフォーミングがないっていうのがあって、とにかくフワンダリーズのロビーナにアクセスができなかったんですよ。だからまあ頑張ってね、旅自宅とか、でアクセスしたんですけども、まあ、旅自宅みたいなカードが増えたようなイメージですね、スワローズカウリーは。だからこれで強引にロビーナにアクセスしに行って、でロビーナから動くということをしていきたい。であとこれ速攻魔法なんで、そう、例えばロビーナになんかその、無限包容とか当てられた場合にロビーナリリースしてなんかそのかわすとかもできるんですよね。あのイグル持ってくるとかもできるんですよね。だから連鎖して、まあその無限包容とかエフェクトビラなかったことにもできるみたいな感じなんで、速攻魔法だからそのサクリファイスエスケープにも使えるということで、めちゃくちゃ強いと。フワンダリーズで使えばね、レイドラプターズとかで別に使わなくたところで使わなくても別にいいんですけど、フワンダリーズで使うと非常に強いですね。でまあ、ぶっちゃけ今回のデッキ、やっぱね、ちょっと使ってて思ったんですけど、フワンダリーズね、ちょっと弱いですね。ギミックが弱いな。なんかその今やっぱその先行で一番初動で通ったらなんかそのバカほどなんかその妨害構えてくるようなデッキがまあうじゃうじゃいる中で、ロビーナ取ったところで別にそんな大した妨害にはなんないっていうのがやっぱあのフワンダリーズのまあ、弱点というか、なので、まあ、じゃあどうしたらいいかなってなった時に、やっぱそのターンごと縛っちゃうとか、永続カードでなんか縛るしかないかなと思ったんですよね。なので、今回は次元の裂け目っていう最強カードと、あと1回休みっていう激もカード、そして、ハーピーの羽吹雪っていう、激もカードを使って、まあ、勝っていきたいなという感じですね。で、もうなんか後手がまあきついんですけど、まあ、一応拮抗勝負、なんかお気持ち程度に入れました。はい、もう先行勝てりゃいいかなっていう話だと思う。なんかこれとかもう抜いてもうこうしてこれとかでもいいけどな、こうしたらなんか先行結構勝てそうなんで、もはやこれでもいいと俺は思ってますけど、はい、後手勝てなすぎて、はい、というわけで、早速ね、最強カードスワローズカウリー使っていきましょう。デュエルスタンバイ。久しぶりにちょっとこの鳥デッキ使ってる、ちょっと回し方忘れたんですけど、これちょっとプレミしたらごめんなさいね。マジで。そんなに俺、フワンダリーズの時代もさ、言うてさ、なんかオシリスとかさ、なんかアバターみたいなの出して遊んでるだけでさ、あんまり詳しくないんだよな。ちょっとごめんなさいね。プレミしたら。まあ、とりあえずこれ、いや、これ強いぞ。これストーリー召喚だわ。これストーリー召喚、効果って言って、相手なんもねえな。多分これ。相手、あ、なんかあんの。相手なんかあるぞ。スワローズカウリー派と、スワローズカウリーの効果、ストーリーを、リリースすることによってデッキから、そのリリースしたモンスターと同じレベルの、同じレベル種族のモンスターを、超獣族か、超獣族をサーチできます。でロビーナ持ってきて、ストーリー効果で、除外して追加召喚を行うので、ここでうおロビーナ爆弾。これが一応ですね、できるようになったんですよね。ここで、しかもウララもケアしていく。ウララもケアして、ストリート、あ、それは無理。くそ、結局無理じゃねえか、ふざけんなよ。結局無理じゃねえか。一応、カウリーの効果で、ロビーナにめちゃくちゃアクセスしやすかったんで、展開通ればいつもの展開ができるというのが一応強みなんですけど、これ普通にエフェクトベーラー無理ですね。はい。エフェクトベーラーをちなみにかわすこともできるんですけどね、これ、一応ストリーにエフェクトベーラー打ってくれればな、相手が。
バカだったらいけたんだけどな。まあでも一回休み強すぎてなんとかなるっしょ。知らんけど、知らんけどなんとかなるっしょ。一回休みちなみにめちゃくちゃ強いからこれ。あの特殊召喚したモンスターが俺のフィールドにいない時にだけ撃てるんだけど、相手の特殊召喚したモンスターここ全部無効になるっていうね。はい、で姿勢の開門の効果発動する。イーベルかな、スプライトかな、ちょっとわかんないけどイーベルスプライトかな。はい、間オッケーで、激ヤバモンスターが飛んでくる。で将来神の効果発動して、開門持ってくるよと。オッケー、まあ、特殊召喚したモンスターが出てきた瞬間にちょっとパカルは一回お休みカードを、そこはいい、まあ、一旦その辺は守る。まあ、ちなみにあのフランダーリで最強罠はあの一回休みおわ、ハーピの羽吹雪って言われますかね。破壊神王山、一回休みの効果を発動、破壊神王山の効果を、特殊化したモンスターの効果をちなみに無効にしていくという効果ですね。はい、ヘルグレイブスクワーマン、なるほど、ヘルグレイブスクワーマン出てもそれでもこれ山は破壊できないけど大丈夫、破壊できるのはそれユベルモンスターだけですけど、結局その山の効果は無効になりますよ。それはいいんですね。はい、さあで、ちなみに1回休みの効果最強すぎてこれ出てきたモンスター片っ端から無効にしてくるんで、まあ、スキドレみたいなもんなんですよね実質。そのこのターンでターンだけしか縛らないんで次の回収のターンだけ有効になっちゃうんですけど、それだるいな。これは蘇生されるのはまあ別にいいか、別にいいや。DD から打ったところで結局どっちか蘇生されるから、まあ、どっちでもよくて対象等で打てるのこれな。でどっちか蘇生されてでこれ横になる。はい、でちなみにあの特殊召喚したモンスターが攻撃表示だった場合は守備表示になるっていうね、あのキモい効果もあります。これが1回休みというカードのパワーですね。はい、一応リンク値は伸ばせますね相手ね、かなりね。あリトルナイトか、 OK、まあ、でそいつも効果無効になっていくから実質、ちなみにそいつの効果も無効になっている。あリトルナイトの効果もこれ意味ないです、これ永続で無効になってるんで、あのリトルナイトは出てきても別に何もしないです。はい、でビリビリってなる。オッケー、よし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 、いいぞ今のところいいぞ今のところいいぞ。相手困ってるぞ、これ一回安いぞ、立ってるぞ。これ結局ね、あの一回休みが強いだけじゃねえかっていう話はめっちゃあるんだけど、あ殴ってくれるんだ、これ結構ね、ロビーだってね殴んない方が良かったと思うんだよね確か。ワンダーレイズ、これ結局さ次のターンリソース回復されるじゃないですか、だから基本的にはあんま殴んない方が、置いといた方がロビーナはなんかいいとされていて、まあいいや別に、まあ、こう相手のプリングはどうでもいいや、あの俺からすると殴ってくれた方がありがたいからさ、これ結局不安なりずってさ毎ターン帰ってくるじゃん除外ゾーンから、だから除外ゾーンに置かない方がいいんだよね基本的には。はい、で、まあ、今回の場合はちょっとあのあれがいたから関係なかったけどね、あのライザーがいたから。で不安なりずストーリー召喚して、ストーリーの効果と、ロビーナ効果が起動。墓地から除外するのは、山かなんか除外しておくか、これリソースだからこいつ除外したら結構辛いんじゃねえか多分。カウリーは別に除外してもあんまりなんもないじゃん。でさらに、ロビーナの効果が発動してロビーナが帰ってくるよと。さあ来ますよ、こっから連鎖しますよ、無限砲やめてください。 OK、まあ、無限砲あったら多分1回休みに打ってるから、墓穴とかなんかな、あのカード伏せカード多分イベルに入ってる無限砲ではないカード、墓穴とかマスタスとかなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえずこれロビーナ効果発動しまして、でイーグル持ってきまして、でもちろんモンスター召喚しますよ。でイーグルを攻撃表示召喚して、でイーグルの効果発動、いいね、めちゃくちゃ連鎖してるよ、バカほど連鎖してる。でこれちなみに攻撃表示であの置いてあるモンスターは、このエンペンっていう最強モンスターの効果に無効化されちゃうんで、はい、これ最強なんでね、ストーリーと、まあ、適当に、まあ、イーグルかロビーナかリリースして出していけば、エンペンペンギン出てきて、でペンギンチェーン1、チェーン2、まあ、基本的にあのあれですよね、除外ゾーンに1体残しておいたら裏ケアできるから確か、フランダリーズはだからこれでいいんだよ、これで相手の、あちなみにあの1回休みは特殊召喚したモンスターしか無効にされないんで、あの僕のモンスターは全部無効になりません、最強ですね。最強ですね。はい、でモンスター召喚はしません。
でこれで、バトルフェーズ入りまして、一旦、リトルナイトぶん殴りまして、おいでロビーナで相手のモンスターぶん殴りまして、おいでメイン2、未知の風、これで、まあ、相手の魔法トラップカードも除去できるようになりましたという話ですね。まあ、一応ワンドローだけ入れておきますか。ライザーを戻してワンドローして、おいカモン、いや2枚はいいわ。あー心折れたなあれね、これね1回休み最強だわ。ディメンションアトラクターぶん投げるしかねえ。唯一後手のワンチャンあるカード来たぞ。唯一後手ワンチャンあるカード来た。これだけなんだ。あー愚かな服装、愚かな服装か。いやまあディメンションアタックこれ打つしかないな。これは愚かな服装により、送られるカードが除外されるため割と強いという話あって、ディメンションアタラクター刺さってるデッキであれ、愚かな服装を使うデッキってでもディメンションアタラクター刺さるよな。これホルスとかでしょ多分。今だとホルスとか、愚かな服装だと、ディティアラメンツとか、やってきた。これティアラメンツだ多分。これめっちゃくちゃ刺さるぞこれ。ディメンションアタラクター、ほぼ後手勝てないと思ってたけど、これもいけるぞ。ディメンションアトラクター刺さってるんだったらいける、さすがに。てかこれ初動ないけど大丈夫これ。初動はない、ちなみに。ただ相手のディメンション、よし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 、来た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 、次元の叫び最強なんかティアラメンツメタみたいになってるけど、ここで来たのさあどうする。あ、オッケー、なんかチェーンがあるな、なんだろう。金券発動します。で、6枚ぶち込みまして、ここでチェーンあるのこれ増字か多分。相手ここでチェーンあるの多分増字だから、でも増字投げなかったの偉いな。増字投げたら投げ、あのマジで何の意味もなくなったけどな。まあ、適当に除外しまして、まあ、これなんか鳥であれば何でもいいですね。鳥であれば何でもいい。合剣、ミッチ、ロビーナ、あロビーナ来たじゃん。1回休み、月章、イグルンと。なるほど、まあロビーナか。結局ね、このデッキロビーナに触らないと何も起きないんで、まあロビーナですね。でロビーナに無限抱擁とかエフェクトベイラーとかって言われた場合、にはエフェクトベイラーって墓地を食ったそうだっけ。だって墓地を食ったそうだったらはつかないんだけど、なんかロビーナって言ってなんか無限抱擁とか言われた時には一応カウリーで避けれるっていう、まあそういうシナジーでありますね。はい、このデッキは一応ね。でですね、これはだからこれイグルン持ってきて、でイグルンカウリーってやっていくと多分これあれだな、連鎖するな。イグルン召喚でイグルン効果で上級サーチしますよ。まあ一応初心鳥を持ってきて、でさらにモンスターを召喚します。でエンペン出します。こうして、でこれで、まあ、ちょっと今回カウリー使えないけど、これ次の開始のターンのカウリーとかは結構強いんじゃないか割と。ちなみに相手ってやらめんつだから次元の魚で死んでる説あるけどなロビーナでエンペンで夢の町回収して、でモンスターを召喚、あそうか、ここであれか、あでも1体足んねえか、ここでここでだと、もう1体だと1体足んねえか。なんかもう1種類いた場合、多分これカウリーで4体目3体目か3体目4体目持ってこれるから、レベルなんか高いやつ2体並びそうだね。もう1体あったら多分ね、これカウリーでもう1体要はモンスター盤面に多分出力できてるはずだから、特艦ストーリーこれ全部だから、ロビーナイーグルの特艦ストーリーっていう効果全部使えたら多分もう1体出てる気がするな。あもう1体出るか、あリリースしてるから無理か、ちょわかんねえ、まあいいや。はい、でメインフェーズ1、はい、でペルレイノ、はいどうぞ、いいですよペルレイノは、ご自由にどうぞ。まあ、言うてですね、これここで夢の街発動して、こっちのターンで、まあ、相手のターンですけど、こっちのターンかのように動いていきましょう。はい、相手のターンにめっちゃ召喚をするっていうね、のが、まあ、この最強デッキの、まあ、強いところなので、まあ、ロビーナを召喚しましょう。はい、でペルリーナの効果でサーチが入ります。でロビーナの効果が発動しまして、レインハートとかはどうでもよくて、
で、ロビーナの効果チェーン1、イーグルンの効果チェーン2と発動しますよ。はい、これ夢の街回収しに行けばいいか。じゃあもう1回で、回収して、でロビーナ効果で、デッキから手札に加えれば、なんか確かさ、なんかさ、いなんかエンペイを2周するみたいなムーブあるんだよね、フワンダリーズって。フワンダリーズってなんかエンペイを2周して、なんか夢の街構える、夢の街となんかその、未知の風構えるみたいな動きが確かあるんだけど、ちょっとそれやり方わかんないから、ごめんなさい、普通によくわかんないけど、なんかよくわかんないなりに回しますね。でこれでこうして、でここでカオリー発動して、で特感を持ってくると、多分これ除外したカード、回収できるから、ここで、ストーリーでいいか、ストーリーをリリースします。で、なんだっけ、特感持ってくる。はい、これ黒を持ってこれるのも強えな、普通に。これディアラメンツ絶対殺せるやん。で、モンスター召喚します。特感召喚で、特感の効果発動して、除外されている、まあ、夢の街を回収しに行く。でこれはまあもう最もう、置いといて、ストーリーはハウフですね。はいはい、ストーキャストのハウフですか。ハウフニスはガチでどうでもいいわ。次元の裂け目かでさ、これよくいさ、相手あれだな、デュエルしてるな。これどうするつもりなんだろう。あ、これあれか、ハートビーズかなんか引きに行こうとしてんのか。ハートビーあるとね、あの次元の裂け目処理できるから一応ワンチャンあるんだよね、多分。はい、でティアラメンツクライムの効果 OK、 まあ関係ないねそれは。でイグルンの効果発動で、ストーリーの効果発動、回収されます。でごめんなさいね、相手のターンなのにこっちのターンのように動いて、これがフワンダリーズの嫌われる要因なんですよね。まるで相手のターンを自分のターンかのようにドヤ顔で動いてくるっていうのが多分ね、深いポイントなんですよね。思い出したわ、思い出したわ、このデッキの良くないところ。ごめんって、ごめんって。うわ、先行欲しかった、これ先行欲しかった、先行欲しかったとはいえ、でもこれ動けないよこのハンド。カオリーもなんもねえし、いや結局さ、カウリー入れてもまだ事故のやべえやろこのデッキ。言うてね、やっぱり不安だですね、ギミックが弱いね、メインギミックが。そのメインギミックだけではそんなに妨害用意できないんですよね、これで今。なんでちょっとやっぱそのあんまりなんだろうな、環境に対抗できってるかと言われるとかなり怪しい。ゾージーが効かなくなることが最大の利点ではあるんですけど、それ以外なんかね、あんま強いところないんだよね。メインギミックでそのロビーナの召喚から効果が通ったところで、別になんか100億妨害されるできるわけじゃないじゃないですか、不安だりつって。だから結局なんか何が強いかっていうと、その次元の裂け目とか1回休みみたいな、こういうカードを使って相手のなんかその効果をなんか永続とかで止めていくとか、まあ、昔はレップの結界像っていうモンスターがいたんで、やべ、 C をヘルアーマゲドンさせたと、なんこれ。昔はね、そのさ、フレップの結界像とか、あと虚無空間、バニティスペースとかがあってめっちゃ強かったんだけど、今やっぱちょっと環境的にやっぱさすがにきついなっていう、使っててね、思いましたね。まあ1回休みとか晴れ吹雪とか次元の裂け目が刺さった場合はもう勝てんだけど、刺さんなかったらまあきついかな、普通に。なんか普通にヘルアーマゲドンサーチはいいけど、なんかただのホルツじゃねこれ。何これ、わからん、どういうことや、まるで意味がわからんぞ。うわ、動けねえ。動けねえし。生物からの目覚め、何これ。自分のフィールドのモンスターをスライドしてリンクモンスター1体をリンク召喚する。何これ、どういうこと。アハシマ、はあ、アハシマ効果、なるほど。アハシマ効果、リンク召喚成功した場合に同じレベルのモンスターを手札を及ぶ自分の持ちから、あ、最強カードねこれ。はい、 DDD ヒーローヘルアーマゲドン、はい、ヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドン、何。どういうこと、どういうこと。ああ、うっせやん、うっそやん。
嘘やろそんな出し方あんの何その出し方やばい天才の出し方あったなこれ。いや俺カリエガの出し方今までいろいろ多分見てきたけどそんな出し方あるんですねこれ革命すぎるだろ。なんでヘルアマゲドン自体って天才発見しました。